ルイ・アレクサンドル・ベルティエ、ルイ・アレクサンドル・ベルティエ、ルイ・アリクサンダー・バーシア、1753年11月20日から1815年6月1日は、フランス帝国の元帥、副区内長官、ナポレオン・ボナッパルトの参謀長、ヌーシャテル大公、バグラム大公、ベルサイユで、公平部隊司令官の諸子として生まれた、13歳で、 王立公平学校に入校し、公平としての知識を身につけた後、十七歳で軍に入隊した。アメリカ独立戦争では、ロシャン防クの帰械で派遣され、功績を上げて帰国後に大佐に昇進した。フランス革命が勃発すると、国王ルイ十六世によって、ベルサイユ国民衛兵の参謀長に任命され、同時に少々に昇進した。百九十一年には、 ルイ十六世のおばの国外逃亡を手助けしている。こうした王との深い関係のため、8月十日事件後、軍務を解任された。しかし、フランス革命戦争が進行中であり、有能な士官が求められていたため、間もなく復帰した。はじめニコラ・リクネール元帥の参謀長に任命され、その後、ケレルマンの下で働いた。1796年、 イタリア方面軍に派遣され、ナポレオン・ボナパルトの参謀長となった。彼は正確かつ迅速に軍務をこなした。また、指揮官の命令を深く理解し、それをより良い形で各部隊に伝達し、指導する能力に長けていた。ナポレオンは彼を理想的な参謀長として高く評価した。イタリア遠征に従事し、ロディの戦いなどで功績を挙げた。 1797年にカンポ・フォルミオ条約が締結されると、総裁政府に条約を承認させるために、パリに派遣された。1798年、イタリアに戻って、ローマ共和国の建国を指導し、続いてエジプト遠征に従事した。1799年、ナポレオンと共に、フランスに帰国。 同年11月9日のブリュメールのクーデターに関与し、陸軍大臣となった。1800年、ナポレオンは再び、イタリアに、遠征、6月14日、マレンゴの戦いで勝利した。この戦いにおいては、予備軍の指揮を任されたが、実際には、ナポレオンの参謀長として立ち働いた。その後、和平条約締結の責任者となった。ナポレオンが、皇帝に即位すると、 直ちに帝国元帥に列せられた。その後の諸戦争にも参加し、1806年にバランジャン公爵、ヌーシャテル大公爵に除せられ、1807年には帝国副区内長官、元老院議員に任じられた。半島戦争及び対オーストリア戦争にも従事し、バグラム大公爵に除せられた。1808年には、 バイエルン王マクシミリアン一世の名マリーエリザベート・ド・バビエル1784年から1849年と結婚し3人の子供を設けた。ロシア遠征はベルティエにとってもナポレオンにとっても天気となった。ボロジノの戦いにおける作戦会議で両者の意見は食い違い衝突した。これ以降ナポレオン別れを遠ざけるようになった。 それでもナポレオンに従い続け、帝国が崩壊していく中でも、参謀総長としての義務を果たし続けた。ナポレオンが単位すると、ベルティエは彼のもとを辞した。その後、ルイ18世の下へ向かい、王政を指示して、パリ入城にも従った。ナポレオンが、エルバ島に、囚われの身となっている間、ベルティエの下に脱出計画を知らせる手紙が届き、 九州に対する忠誠と現在の立場の板挟みとなって大いに悩んだ。エルバ島からナポレオンが脱出すると、ベルティエは窓から身を投げて自殺した。ただし、事故死という説や暗殺されたという説もある。個人としては勇敢な軍人であり、人頭に立って指揮を執り、しばしば負傷もしている。ロディの戦いで軍旗を持って突撃したのは、ナポレオンではなく、 ベルティエであるという説もあるほどである。一方、軍団指揮官としては、波の力量であり、バグラムの戦いでは、失敗を犯している。しかしながら、彼の進化は、その結出した参謀能力にあった。彼は、ナポレオンの作戦を理解し、それを最適な形で実行に移すことのできる、理想的な参謀長だった。ナポレオンは、 エルバ島からの脱出後、スール島を参謀総長にしたが、彼はワーテルローの戦いで失敗を犯した。グルーシーグに伝令を一人しか出さなかったため、主力との連携に失敗して敗北の一員を作ったのである。後年、ナポレオンはベルティエなら一ダースの伝令を出しただろうと語っており、ここからベルティエへの深い信頼を読み取ることが切る。 ナポレオンにとってベルティへの参謀能力は必要を隠べからざるものであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。